長崎ベルカとコラボしたタクシーが県内を走り始めました。佐世保市に本社を置くブルーキャブグループが運行します。車体に長崎ベルカのロゴをあしらい、アンドンはバスケットボールの形です。出発式には長崎ベルカの狩俣正也選手と森川正明選手が出席し、窓の内側にサインを入れました。車内にはベルカの選手16人全員の直筆サイン、後部座席のモニターにはベルカの写真や動画が映し出され、まさにベルカ一色のタクシーです。試乗した狩俣選手と森川選手はこのタクシーについて、すごいじゃんこれ、はい、寄せ書き、自分のサインをこう中に書くっていうのは初めてだったので、はい、なんかそれも一つのいい思い出になりましたね。皆さんにも見てほしいなと思います。こうやっぱり自分たちのこのチームのこうロゴがあるっていうだけですごく特別感がこう、感じられますし、乗っててなんかこうワクワクするんじゃないかなっていう、はい、感じがしたので、すごく良かったですね、はい。長崎ベルカとブルーキャブグループのコラボタクシーは長崎市と佐世保市に1台ずつ配置され、乗客には数量限定で非売品のベルカグッズがプレゼントされるということです。